少子化について盛んに議論されていることは皆さんもご存知でしょう。今回のテーマは2つ。日本の少子化対策についての検証と正しいデータの読み方です。東京大学文学部の赤川先生にお話しいただきます。赤川先生は1967年の生まれ、東京大学大学院修了後、新州大、岡山大を経て2006年、東京大学の助教授に就任されました。 専門は歴史社会学および社会問題の社会学で子どもが減って何が悪いかなどの著書をお持ちです。日本では今さまざまな少子化対策が行われています。それらは働く女性が増えれば子どもの数も増えるが前提となっています。しかしそれを導き出すもとになった統計資料には問題点が多い日本が進むべき道は別にある。 というのが赤川先生のご意見です同時にデータをしっかり読み解く力データリテラシーの重要性についても力説されておられます講義を聞いてへえそんな見方もあったんだと目からうろこの人もいることでしょうぜひ最後までご覧ください 少子化とはどのような現象なのか、その定義からスタートしましょう。少子化とは、合計特殊出生率が人工置換水準を下回る低い状態にとどまること。詳しくは、赤川先生の講義をご覧いただくとして、少子化は様々な問題を引き起こします。そして、日本では、多くの女性が働く社会は子どもがたくさん生まれると認識されています。まずはそのことをしっかり確認しておきましょう。 え皆さん、こんにちは。赤川学です。えー、本日は、皆さんと一緒にですね、今日本で最も最も重要な問題だとされている少子化のことについて考えてみたいと思います。皆さん、おそらく、えー、学校や、あるいは新聞やテレビなどを見ていたときにですね、少子化っていうものが非常に大きな問題であるということをどこかで聞いたことがあるだろうと思います。 例えば少子化が進むとですね、これは生まれる子どもの数が減っていくんですね。そうすると将来的にはその高齢者の割合が増えてくる。それから現役で働く人の数が減ってくるということが起きます。で最終的には人口が徐々に減少していくということになるわけですけれども、そういうことがですね、社会のさまざまな側面に悪影響を及ぼすと。 ととといいいううことをあのどここをどかで、ね、聞いたことがあるだろうと思います実は本日の講義ではですね少しあの視点を変えてお話をさせていただければというふうに思っています。でそれはどういうことかと申しますと今日本であの様々に語られているこの少子化問題というものをですね少しあの具体的に検討してみたいと思うんですね。 で特にあの少子化をめぐってあるいは少子化対策というものを行うときに使われている数字や統計というものを少し、えー、社に構えてて批判的な視点で眺めてみたいと言いとますで後でご説明いたしますけれどもこういうものの見方のことをあのリサーチリテラシーといいましてでこのリサーチリテラシーの観点から少子化問題を取り直して 再び考えてみるということを行いたいと思いますそして続きましてその後に少子化問題を考えるための基本的な論点を示したいというふうに思っております第一章少子化をめぐる問題では少子化とはどのような問題なのかその概略を説明するとともにそれを考えるにあたってどのような手法が有効かについて論じてみます 第2章では、女性が働く社会では出生率が高いということを示す統計が、この少子化問題ではよく使われるのですけれども、その統計についてご説明いたします。第3章、データの嘘を見抜けでは、この第2章で取り上げた統計を用いまして、これを少しですね批判的にリサーチリテラシーの観点から検証してみたいと思います。 そしてて第4章子供がが減って何が悪いでは少子化や人口減少について私たちはこれからどのように考えるべきなのか一つの視点を提出してみたいと思います。では第1章少子化をめぐる諸問題から始めます。で今皆さんの身の回りにはさまざまな社会問題というものが論じられていると思います。 例えば貧富の格差がが拡大大ししていいるかかどうかということとこここ数年非常ににきなな問題になりましたそれから今も現在進行形ですけれども地球は温暖化しているかどうかあるいは温暖化しているとしてそれは人為的な原因によるものなのかそれとも自然的な要因によるものなのかといった問題それから今日お話しする少子化の原因とは何かといったようなこういうさまざまな問いがですね 数字と統計をめぐる問いがあるわけなんですね。で、実はですね、あのそういうさまざまな社会問題に関して何かき、えー、物事を決めて政策を行う場合にこの数字や統計というものは非常によく使われます。重要な政策は数字や統計をもとに組み立てられるというふうに言ってよいかと思います。で、私はですね、実はあの社会学という学問を研究しておりまして。 社社会会問題のの学というものを専門にしております。で、これはいろいろなやり方があるのですけれども基本的にはですね数字や統計をめぐって行われる人々の営み例えばそれは今まで先ほど見たようないろいろな問題について論じたり論争したりあるいはその問題を解決するために政策を作るっていうふうなことまで含めますけれどもそうした人々の営みの まあ過程プロセスやその特徴というものを研究する学問なんですね。で、こういう観点から見たときに、その少子化という問題は社会学のしゃが社会問題の社会学にとっても格好の材料になっています。では、少し少子化ということについてお話をしてみたいと思うんですけれども、少子化ということが何なのか。 これを簡単に定義するとあのこういうことになります。合計特殊出生率が、えー、人口痴漢水準を下回るる、えー、低い状態にとととどまここのでありますでこれいくつかあの難しい言葉があると思いますけれどもまあといってもまあ皆さんよく新聞等で目にすることがあるかと思いますがこの合計特殊出生率というのはですね 女性が一生の間に産む子どもの数の平均を表した数値であります。で現在あの出生率っていう言葉がよく使われますけれどもこの言葉が使われる時は大体この合計特殊出生率のことを指しているというふうに考えていただいて結構です。でこの出生率がですね人口痴漢水準と申しましてこれは 同じ規模の人口を維持するのにどれぐらいの出生率が必要かという数字ですけれどもこの出生率が人口置換水準これや現在では約2.08と言われてますけれどもこの状態を下回りますと将来的に人口が減少していくということになるわけです。でこのの現在少子化というのはです、ね、この出生率が 人疾患水準を下回り続けているということで非常に問題になっているわけです。